どうも、ウィレジェンド染田です。前回なんですけれども、こう春限定のフレーバーをのプロテインを出すということで、こう味とフレーバー名を募集したんですけれども、100人ぐらいね、こうご応募をいただいてたみたいで、皆さん、誠にありがとうございます。やっぱりこうね、春といえばいろいろなこうフレーバーが思い浮かんだと思うんですけど、やっぱり一番多かったのが桜。ただね、ビーレジェンドはこう桜ではないんですね。一体何なんでしょうかね。それではね、こう早速発表していこうと思います。まず気になる味から発表したいと思います。その味は桜餅風味です。で、気になるフレーバー名ですね、発表したいと思います。力餅の桜餅風味、どうですか皆さん。力餅の桜餅風味、予想できた人はおられましたでしょうかね。で、こうコメント欄の方を、ね、こう見させてもらってたんですけれども、残念ながらね、今回この力餅の桜餅っていう、こう予想できた、こう名前をね、こう予想できた人がね、残念ながらおられませんでした。ただね、こうやっぱりビレジェンドの看板としてこう何もこうプレゼントしないわけにはいかないなっていうふうに思っておりますんで、もうフレーバーを当ててね、いただいた方にプレゼントしたいと思います。鍵谷さんに怒られてでもプレゼントします。で、今回ね、こう桜餅をこう予想していただいたお客様が、大体15名ほどおられました。で、ちょっとね、何点か紹介していきたいと思います。木下様、春に咲く桜餅風味、ビッグバン CH さん、桜咲く桜餅風味で、 N なんとかさん、読めねえ人生王家風味、おで、寝落ち出地さん、出会いの花桜餅風味、おで、 A母さん、桜咲く風味、おお、まあ、でも普通にシンプルにヒロンジさん、桜餅風味で、C オルナミンさん、桜風味、のぞみやまとさん、桜咲く桜餅風味で、いかよっちゃんさん、青春の桜餅風味、おお。で、今回こちらの力餅のこう桜餅風味っていうのを予想できたね、お客さんはおられなかったんですけれども、ビレジェンド染田は鍵谷さんに怒られてでもこうプレゼントしたいと思っておりますんで、この中から3名様プレゼントをね、したいと思います。まず1人目の方ですね。この方はもうちょっと僕決めてました。まず1人目、いかよっちゃんさん、おめでとうございます。理由としましては、一番コメントしていただいたのが早かった、これにつきます。ぜひね、いかよっちゃんさん、桜餅風味送りますんでね、ぜひ楽しみにしていてください。で、あと2人ですね。こうあと2人はね、ちょっとなかなかこう決めるのが難しいので、もうちょっと皆さん平等のためにこうランダムで選ばせていただきたいと思います。ですので皆さん、ちょっと恨みっこなしでお願いいたします。よし、いきます。この人、はい、C オルナミンさん、おめでとうございます。あともう一人ですね。もう一人の方、いきます。はい、寝落ち出地さん、おめでとうございます。今回ね、この3名の方にね、この力餅の桜餅風味をお送りしたいと思います。続きまして、あれですね、味を当ててくれたね、こうお客様にもこうプレゼントしたいと思います。プレゼントはね、こちらですね。先日発売になったプロテインバーですね。こちらがまずピーナッツ
バター風味、それからロイヤルチョコレート風味、アメリカンクッキー風味ですね。こちらのね3本セットを、この中から、5名様にプレゼントしたいと思います。じゃあ早速ね選んでいきたいと思います。まず1人目、のぞみ山本さん、おめでとうございます。続きまして、ビッグバング、ビッグバン CH さん、おめでとうございます。続きましてこちら、これ読めない人です。 N ボンシエールさん、おめでとうございます。あと2人ですね、あと2人、誰にしよう、あ、この人にしよう、木下ふとしさん、おめでとうございます。最後の1人ですね、最後の1人、誰にしよっかな、あ、こちらの人にしよう、ヒロンジさん、最後の1人です、おめでとうございます。で皆さんね、こうたくさんのフレーバー名ねこうコメントしていただいてありがとうございます。でこういろんなねこうフレーバー名見させてもらってたんですけれども、こうなんか一人すごく面白いフレーバー名をたくさんねこう書いてくれてるお客様がおられて、この人ねすごく僕おもろいなと思って、僕とこう独断と偏見で勝手にねこちらのプロテインバーセットプレゼントしたいと思います。ちょっとその方ね紹介させていただきたいと思います。中田じゃないよ様、僕と一文字違いですね、名字ね。ちょっと何個か紹介しますね。ニョキニョキアスパラ風味、何の名の名の菜の花風味、ふわふわ綿あめ風味、うん、これはありそうですね。でもハクション花粉風味、これに関しては意味わかんないですね、ほんまに。おいでやすヒヤシンス風味、たまたまおたまじゃくし風味、それは草、草団子風味、すみすみすみれ風味、三冠食べたのしおんちゃん、三冠しおん風味、これフレーバーどうやって再現するんですかね、元の味は何、これなんて読むんですかね、茨城、きさらぎ風味、岡崎、若さぎ風味、梅原、梅風味、鬼やっこ、私の名字は椿風味、はあ、椿鬼やっこですね。で湯たんぽ、たんぽぽ風味、ほうれん草、あ、ほうれい線、ほうれん草風味、素晴らしいネーミングの数々、本当にありがとうございます。こうぜひね、こう B レジェンドのネーミング会議がよくあるんですけど、こうどれを出してもすごく面白いと思います。非常にこう読ませてもらっててね、面白かったです。ですので、ね、独断と偏見で僕からこの3本セットをプレゼントさせていただきます。カジデンさん、申し訳ございません。中田じゃないよさん、ぜひこちらで食べてみてください。で今回ね、こちら春限定のこういうフレーバー当てクイズさせていただいて、さっきね前半に言ったんですけど、大体100名ぐらいこうコメントをいただいて、まあ、その中から当たった桜餅っていう風に当てた人は15名おられて、結構ねこう確率で見ると非常にね当たりやすかったキャンペーンかと思いますんでね、またねやりたいと思っておりますんで、ぜひねどしどしコメントしていただいて、当たった方にはねこういうまた豪華商品をプレゼントしたいかと思っておりますんで、ぜひまたチャレンジしていただければと思います。で今動画中でねこう当選された方はね、コメントの方に返信ねこうさせていただきますんで、そちらのねコメント欄の返信の方をねまたねちょっと見ていただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でこちらね力餅桜餅風味なんですけれども、3月20日水曜日ですね、お昼12時から今回5000袋限定でね販売したいと思っております。でまたねこう味のレビューなんかはね後日
詳細あげたいと思っておりますのでね、楽しみにしていただければなと思います。それではしましたらね、こちらのね動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またねこういうキャンペーンやりますんでね、またご覧いただければと思います。それではまた会いましょう。さよなら。どうも、フィレジェンド染田です。前回ね、桜餅どうだ春限定や